しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日はですね、昨日鬼滅の刃のコラボでガチャを引いたらですね、全逸が2体出たっていうことで、それはもう全逸ループするしかないと思ったんで、リーダーはね、ファスカ全逸でちょっとね、裏しら行きたいなと思ってます。で、ドリシファーのパズル教室がすごい時間かかってちゃうから、だからクリアするまでね、動画回さずにやってました。なので今3回まで来ました。なので3回からねやっていきたいと思うんですけど、パーティーを説明するとですね、まあ、ファスカ武器ついてて、天聖銀千代は、殺しちゃうぞ、吸収無効ですね。で、雷神は、リーチじゃなくて、あれリーチかリーチの武器で2レイ足してるって感じですね。で、ナイトアイはもう完全に、このね、2階のパズル教室用にね、ロックかけたかったから、それで入れてます。まあ普通にこの強化持ってるし、強いんで。で、全逸1人目、これはライジングドラゴン、なんだっけ。ゼローグの武器がついてて、2ベイ2つ出してます。で、リーダーの全逸は、ツンデレ用シェリングフォードの武器で、まあ、スキブがちょっと足りなかったから、これつけてます。で、毎ターンね、全逸打っていけるので、もう変身してあるので、なので、早速やっていきましょう。2ベイしないと、あんまり火力が出ないので、そこは気をつけていきましょう。でもさ、2ベイ組んでればさ、追い打ちも入るっていうね。素晴らしい。ちなみにこれ、全逸のスキル使ってると指がめちゃめちゃ長い。20秒かな ?20 秒ありますので、まあ、余裕で組んでいけるかなと。よーし、強いぞ。いやーね、正直言ってですよ。この、なんだっけ。2階のパズル教室を突破するまで、もう結構時間がかかっちゃったんだよね。だから、あんまり負けたくないんです。そんな簡単に。負けたくない。あ、全逸使うの忘れたな。こうやって全逸を使い忘れるというね。全逸使い忘れると、結構指が短いですけど、ちょっとスキルダメしようか。一旦あるけど、怖いから、怖いから抜いていく。私、裏しらさ、やるのさ、そもそも、超久々なんですよ。びっくりした、パズルが下手になってて。もともと下手だったのが、さらに下手になっててびっくりしちゃったんですけど、感覚を取り戻していきます。お邪魔。あ、またほら連逸を使い合わせる。気をつけて、これボスだと死ぬ死ぬで。よしよし、光がね全然ないね。困ったな。使って諦めるな。まあでも20秒あればさ、こんなに遠くてもさ踏めちゃうからね。なんでなんかパズルが下手なんだよな。よし、でオールマイトの時とさ違うのは、やっぱ追撃が入るどこかな。やっぱ釣り引きってね、いいよね。しかも、メイツ、デバフも返せるっていうな。天才。50% 以上でダメージ軽減してくれるから、いいですよ。危ねえ。よし。危なかった。こんなところで死ぬわけにはいかないんだ。消せないじゃあナイトアイ使っちゃうか。うん。予測を立てて先手を打つ。諦めるな。よし。
これで 2way1 個の10コンボで 3億。ちょっと読めないんだよな。全員3億ぐらい出てたかな。まあ出てるよね。あんなに 2way あるんだもんって。4つ消しをするタイプの76のパーティーってさ、どうやって組むのが正解なのかちょっと知りたいんだよね。なんで、ツーウェイが2つ入りました。どうでしょう。ああ、ちょっと読めないな。ツーウェイ2つ持ってる方の前日めっちゃ出てた気がするな。ああ、ほら、使い忘れるじゃん。もうアホだよな。ああ。よし、11コンボ、いい、これぐらい。ああ、よし、いい。暗闇な。暗闇どうにかならんかな。無効貫通ね。無効貫通洗剤のさ、雷神がついてるのかなけど、不安よな。一旦善逸のリーダースキルだけで耐えてくんないかな。おお、光が立ててきました。ちょっと一回分交換数組んでみようか。交換数がだるいのかもしかして、このパーティーは。欠点。どうや。あ、運よく、風が降ってくることはない。おー、あ、でも、消そうだな。よし、オッケー。じゃあ、これで行きましょう。諦めるな。2Wayも組めそうだね。これは闇です。暗闇は闇です。ここに 2way 組んで、どう？よし、これはいった。これはいった。イエーイ、火力が素晴らしいですね。よどーん。来た。そうなんです。ここのために、殺しちゃうぞをね、陣地を見つけてきたのよ。一旦左を殴って、もうちゃんとスキルチーム来るからチーム体制振らなきゃってちゃんと思ったんですよ。偉くないっすか。諦めるな。よし、これで陣痛。諦めるな。強のジスターな。これはもう全力闇。あ、全員その指の長さに甘えすぎた。強っ強くね。諦めるな。いや、強すぎー。全員強ー。いや、これ全員ループ楽しい。忘れちゃいけんけどね。うん、全員使うの忘れたら割としんどい。よし、いいよ。え、順調すぎる。あー、ここね。ここは諦めるな。ここさ、どうしようね。無効貫通がいいのか、 2way をいっぱい組んだ方がいいのか。とりあえず光を呼びましょうか。光を呼べ。余計なのを消すんだ。あと暗闇少なめで。もう、うわ、これどうなんだろう。2way組んだ方がいいのかな。無効貫通って誰がしてるの。あー、なるほど、パスカだけでした。 2way でいくかな。
こいつ2つ組んで、これはどうすかね。コンボ、ターゲットしてないんじゃ。さあ戻ってきました。時間かかりましたね。時間がかかりましたが戻ってきたので、もう最初から殴っちゃった方が良さそうじゃない。お気にし忘れずに、ほいほいほい、これで組めてるはず。もう最初にこいつをね、あ、倒せないね。うーわ。うーわ。これどうする？これは。さあ、また戻ってきましたけど。さあ、戻ってきましたけど、めちゃめちゃ果てしなく死にました。ここに戻ってくるまで、まあ、いつもだったらちょっと諦めてるかもしれないんですけど、なんか最近ね、動画の終わり方がちょっとどうなんですかみたいなコメントがあって、いつも負けてるしスタミナなくなったら終わりみたいなの多くないですかみたいな言われたんすよ。まあでもさ、しょうがないんだよね。だって無課金だしさ、まあ、パズル組みますけど、しっかりやってみます。じゃあスタミナなくなったらあんまり回復したくないじゃないですか、石使って。だからもうしょうがない。じゃあしょうがないんだよね。あー、これいけるかな。これでしょ。これ来たぜ。さあ、これでいけなかったらもうこのパーティーは無理。よし、やっと15回を抜け出したんですけど。もうそれでね、こういう声をいただいたからってわけでもないんですけど、なんか悔しいじゃん、そう言われると。よし、で17回、あー、ルーレットか。あれ、コンボが。危ない。よし。出たー。やっぱ無効貫通苦手なんだよな、なんか。てかね、このパーティーを使ってて気づいたんですけど、まずい。あ、雷神に回復しなーい。あぶねー。検出化を。雷神に、無効貫通洗剤がついております。が、しかし、このパーティーね、水属性がいないんですよ。別に火力出す分には関係ないんですけど、リーダースキル的に。まあでも、無効貫通できないやんっていう。あと、銀千代のガードブレイク意味なかったっていうのを、さっき気づきました。ほい。どうです？行ってほしいな。イエーイ。もう組めれば強いから、本当にパズルが上手な人がいれば、もう問題なくクリアできるんです。本当にな。もうパズル上手くなりたいんですけどね。怖い。1コンボ組めなかった。怖い。よし、半分いった。よーし、ここで決めたいね。弱い闇光、よっつりし、すぐ下。ほい、どうだい。よし、これはいったでさ。
いやー聞きたいよ、ここまで20回やっと来れた。諦めるな。私は諦めない。次し2つしちゃおう。もう4にして、こんな感じでいいですね。いいですよ。どれぐらい削る？うわこれしんどいな。あー厳しい。やばい。ここ。あーここで起こったね。4しかないな。うわ、ピンチを使おう。よし。あれ？光が全然ない。あ、あった。ここに溜まっているな。これ組めてるかな？めっちゃ怖い。おー、組めた。いいよ。忘れずに殴っていこう。よりいいかな。いや、発狂ラインのとこ怖いな。どんぐらい削れますか。あー、結構いくね、1回でね。しかも闇属性か。慎重に行きたい気持ちはあるが。さあ、どうですかね。次しは1個にしといて。あー強い。火力がすごい。光炎反数のやつ積んでないんだよな。いやこれ怖っ。やめて。いい感じ。あーなんて一発かな。だって四つ消し2つできるよこれ。いや一旦普通に行こう。次しは1個でいきます。冷静にこうして控えめに。やばい、光がめっちゃ乗った。ギリじゃない？大丈夫？ああ怖い、怖すぎる。よし、いいんじゃないか。ここで突破しようね。ここで四つ消しが二つできてるはず。言ってくれ。よし、きた。さあ何色出たよ。いや運の輪でさっきかいちだな。困ったね。困った。ちょっとパズルがひどいな。危な。ちょっとやばいな。ちょっと耐久が怖いんですね。オールマイトガスカの方が回復力はあるよね。いやー攻撃が痛いな。2倍になったの？これ攻撃力2倍耐えれるかな？ちょっと不安なんですけども。いきまーす。
一個やつぎしにしたかったけど繋がっちゃった。ゆうか果たして耐えれるのか攻撃を。あ、半分いった。てかちょっとさ、厳しい火力がエンハンスが欲しいですね。ダメージ吸収2ターンでいけるかな。いけると信じよう。しょうがない。ナイトアイも打っちゃって予測を立てて先手を打つ。吸収無効を。お、待って、あーよかった、光あった。光あるからまあ諦めるな。いやーこれ削れんのかなちょっとねー不安ですね。いきます。ませんもう。ていうかそもそも攻撃を耐えられるのかはちょっと分かりません。あ、全然削れん。あ、全然削れんし耐えれん。いやこれ決めの輪じゃなかったらいけてたよね。た知らんけど善逸ハスカどうでしたか。多分もっとエンハンス、高倍率のエンハンス積んだらいけます。ていうかあのなんだっけ、ミリオ、ミリオがいればね多分全然余裕で勝てると思います。吸収無効枠が開くのでアシストのね、ミリオがいたらもう全逸ハスカめちゃめちゃ強いと思うので、引けた方はぜひ使ってみてください。負けてしまいましたが結局、頑張ったので許してください本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。